速稼塾の久保です。このコーナーも5日目になりました。お金持ちになるのには努力が必要と言いますけども、多分ね、努力が必要な時代は終わって、今は運の時代だと思うんですよ。じゃあどうやって運の可能性を高めるかというと、どの道を歩くのかということを選ぶ、これだけなんじゃないかなと思うんですよ。その道が上り調子であれば、いわゆる上りのエスカレーターだったら、大した努力もなしにそのマーケットの膨張とともに自分が浮かび上がれると。でもどんなに頑張っても下りのエスカレーターに乗っちゃうとね、下りの速度の方が速いですから、本当もがき苦しむだけで、こんなに頑張ってるのになんでお金がたまらないんだ、なんで自由にならないんだっていうようなね、フラストレーションばっかりたまってしまうと。今回はそんなからくりをお話しています。まあ早速ご覧ください、どうぞ。これも2017年の動画です。おはようございます。速稼塾の久保です。今日もこの隠居先の火山一条からメッセージをお送りします。今日はお金持ちになるための5日目ということで、今までを振り返ってみますと、まず1日目、もうスタートをすることっていうのがね、1日目にお伝えしました。始めなければ何も始まらないというね、当たり前のことですけども。で、2日目には実益のないことをやめましょうということでした。まあ実益のないことといえば、いろいろ言ったらね、言い過ぎになるんですけども、どっかのスポーツチームが優勝したからって言ってね、それを見に行くとか、あとは映画を行ったりとかね、ディズニーランド行ったりとか、それはね、人生なんですから楽しまなくちゃダメだっても言うんですけども、それはね、一山当ててからでいいのかなと思うんですよ。十分余裕ができてから、遊びという時間をね、早く持てれるようになるっていうのはいいと思うんですけども、まだ自分の人生がどうにもなってないのに、遊びばっかり優先して、自分にご褒美ばっかりあげてで休憩ばっかりでですね、で、はたと我に返ると、また同じ現実が待っているというのの繰り返しなんじゃないかなと思うんですよ。だから実益のないことは一切やめて、もう人の足を引っ張ったりとか、愚痴を言ったり喧嘩したりとか、不安要素をね、そのまま立ち止まったりとか、もう全部無駄なんで、実益のないことやめていきましょうということでした。で、次は環境を整えるってことですよね。自分がやることを決めて、やらないことが決まりましたっていう時に、環境を整えていないと足を引っ張られるっていうことですよね。お金が必要だったらお金を用意するとか、で、時間が必要だったら時間も確保すると。で、その2つの要因を阻害するような人とはもう縁を切ると。もう携帯もやめるぐらいの覚悟でいいと思います。はっきり言って、その何か物事を極めようと思ったら山ごもりするしかないんですよ。で、私は山ごもりするどころか、もう街を捨てたというかね、捨ててはいないんですけども、もう一線を隠して、もう近所に誰も、速稼塾とかいうもののね、その字も知らない人ばかりのところに来たと。私がどんな仕事をして、どんな過去を持ってて、どんな発信をしているのかということすら知らない人だらけの田舎町に来てですね、その辺歩いていれば、あの人はなんであんなに毎日ブラブラしてるんだろうとね、思われるぐらいだと思うんですよ。そういうふうに環境を整えるってことが次のステージになってきます。で、その次、4日目ですね。4日目に来たら、やっぱりビジネスモデルを考えなければならないっていうことをお話ししましたね。私のセミナーとか動画を見ている方でしたら、もう知ってるよっていう形になると思いますけども、初めて見る方にとっては、とってもですね、衝撃的というか、なるほど、世の中の仕事ってのはその4つに分類できるのかと。その4つの分類の、店舗、企業、法人ですよね。それから、MLM、口コミで、ネットビジネス。この4つのうちの、ある2つを選択しちゃうと、その先にはもう時間的に、お金的な、成功というかね、自由はないんだってことが、はっきり分かったと思うんですよ。ですから我々は、口コミのビジネスか、ネットのビジネスを選ぶことでしか、時間的に自由とかね、で、金銭的な自由とか、何者にも支配されない自由とか、で、社会的なバッシングを受けないような自由っていうものがないんだということになってきます。店舗とか法人っていうのもすごい社会的バッシングが今、大きいです。もうすごいですよね。大手、もう家電メーカーとかね、大手メーカーさんに勤めてると、そこの、なんか派遣先を解雇したとか言って、結構ね、元請けのところとか、批判が大きいですけども、あとはね、海外に買収されたとか、もう本当に大きい企業とか、今まで我々が、金字塔にしてたものが全く当てにならなかったっていう現実がそこにあります。で、台頭してきたのが、一人でもできて、自由度が高くって、
で収入が、大きくなる口コミのビジネスとかね、そして私の得意とする、まあ、インターネットビジネスというものが、まあ、これからですねどんどん台頭してくると、本当まさに個人の時代だなというところでございますね。で今日は5日目なんで、ボーダレスという概念をねここでお伝えしなければなりません。でボーダレスとは何ぞやという方も多いと思うんですよ。要するにこれが今まで、なかった概念なんですよね。多くの方が持たなかった概念をこれから持つようにすることによって、まあ、先の時代次の時代に、まあ、乗り換えていくということですけども、まあ、当然私がボーダレスという概念を知ってたりとか4つのビジネスモデルっていうのを知ってるってことはもうおそらくもう皆さんよりも先に行ってるってことなんですよね。で結果も先に出てると思うんですよ。これから申し上げることは本当になるほどなと、経営者の方とかね特に思われると思うんですよ。で一般従業員の方もますます思われると思うんですが、まあ、私はそれを15年前に意識してすでに始めていたということだけなんですよ。でなければですねやっぱ40代のまあ半ばを前にしてですねこうやって毎日自由な時間とか自由なお金とかね手に入れられないと思います、で私の自由っていうのもそんなに高いレベルではないです。多くの方が月収20万とかでやってるとしたら、まあ、20万とか30万でやってるとしたらそのすぐそばにあるんですよこれは、月収で言ったら多分月収100万とかでも時間的な自由とかお金的な自由ってのは割と手に入るんじゃないかなと思います。私は100万から200万の間を収入としてはうろうろしてますけどもそれでもうこれなんですよ。だから世の中にはですねもう月収1000万とか奥行ってるとかっていう月収でそういう方がうようよしてる中で私なんてもう小物中の小物でまだ入り口に立ったような感じなんですけどもそれでもこれだけの自由が手に入るんですよ。私から見ると100万から1000万に乗り越えようと思ったら900万の差があるわけですから果てしない距離だなと思うんですけども20万から100万っていうのは、まあ、わずか80万ぐらいですからもうそれに比べたらすごく近いと思うんですよね。ですからこの動画を見ながらインスパイアされたらインスピレーションを感じたらですね、まあ、ぜひ本当にお金持ちになるための行動をまあ始めていただきたいなと思うところなんですよね。それでは今日ボーダレスという概念に進んでいこうかと思います。まあボーダレスという概念はどういうことかっていうとこれからお話しするとよくわかると思うんで、ぜひねお知り合いの方にも伝えてあげてほしいと思います。まあ、世の中の仕事というのは前回は4つに分類しましたけども今度は別の割り方をすると5つに、まあ、説明がつくんですよね。じゃあどんな仕事に説明がつくかと言いますとまあ大体昔からあるのがまあ、1食10というね医療に関わる仕事とか食べ物に関わる仕事ちょっと光ってますね。1食10の、まあ、着るものに関わる仕事食品に関わる仕事住まいに関わる仕事ってのはあると思うんですよ。なんか映ってますねすいません。こうしましょうか。で1食10に関わる仕事ありますよね。ほとんどの方がこれに携わったことがあるんじゃないかと思いますけども次はですね、まあ、情報っていう仕事が最近は出てきました。それから昔からあった分って言ったら新聞とかテレビとかっていうのはここですよね。情報でサービス何かの代行をしますよとかね肩もみをしますよとかあとタクシーもそうですよね。こういうものが入ってきて、まあ、保険とかもそうですかね。で、これがですね世の中の仕事のおそらくこの動画を見ている全ての方と言ってもいいぐらいの方がこの5つのどれかに関わってると思うんですよ。でこういうふうに5つに分かれますよね。これがまあ1つ目のボーダーです。まあどっかの住宅販売に関わる仕事をされている方住宅に関わる仕事をされている方はやっぱり職に行ったり医療に行ったりサービスに行ったり情報に行ったりするのがまあ並々ならぬもう転職がすごく難しいということなんですよね。はい。それでですね、例えば食品の業界に目を向けてみましょう。食品の業界というのは食品を作ったりとか魚を取ったりとか畜産ですとかそれからスーパーマーケットもそうですし、まあ、レストランとかもそうですよね。で立ち飲み屋とかもそうです。全部ここに入ってます。この一角に今言ったようなあらゆる食に関わる仕事がこの一角だけに入ってるんですよ。でこの一角でスタートしちゃうとなかなか別のところに行きたくても行けないということになってきます。だからこれがボーダーなんですよ。ボーダーがある状態です。境目がある状態です。境界線ですよね。これがボーダー。はい。
こういう仕事を皆さんしてませんかってことなんですよね。じゃあもっともっと具体的にいきますよ。食の中でも例えば外食産業に目を向けてみましょう。食の中でも外食っていうのはこれだけ分野が狭くなってきます。外食ですから食品を作ったりとか食品を加工したりってところには当たりません。外食です。で外食の中にもですね、この狭い一角の中に外食、まあレストランありますよね。 和食の店がありますよね。でフレンチ中華があって、なんかパスタ料理とかありますよね。でまだ他にも焼肉屋があったりなんとか放題とかあったり焼き鳥お蕎麦屋さん、もう無数にあるわけですよ。そのたった一つ、例えばフレンチならフレンチで始めると、フレンチを30年40年あなたはやらざるを得ないという状況に入っていませんかということですよね、まあ例えばですね、そのお蕎麦屋さんをスタートしましたと。でちょっと蕎麦が人気がないから明日からパスタにしようかなと思ってもできないんですよね。蕎麦からパスタ、こんなにもう旗から見たら似てるようなそんな商売なのに、食べ物なのにもう変えられないんですよ、でこれがボーダーのある状態です。もうまさにここの一角で一つで勝負したらそれをずっと続けないといけないってことですよね。でちなみにですね、この外食、飲食店ですね、飲食店っていうものはこれを込みで飲食店って言いますけども、飲食店とされるものっていうのはどのぐらい店舗があるのかって、66万店舗あるんですよ。66万店舗、この日本に似たようなサービスを提供している、食品を提供している店がひしめき合ってて、でしかも最近はですね、チェーン店が駅前の一等地をドーンと借りて、全品280円2パチですみたいな、あと居酒屋とかやってますよね。でその2パチに対抗しようと思って、270円ですうちはとか、うちは260円ですとかってね、もう10円単位でもう小刻みに値下げ競争していて、プラス人を呼びたいもんだから、うちはもうビールは無料ですとかね、最初の一杯は全部差し上げますとかいう風にして、もう激化してるわけですよ、その値下げ競争が。そうするともう当然ですね、個人商店さんなんて勝てるような市場じゃなくなってきてると。でもやめようと思っても、じゃあ明日から、まあさっきのね、居酒屋でしたら居酒屋をやめてファミレスにできますかって言ったらできないわけですよね。全然そのボーダー垣根を越えていけない。ましてやこれをやめて、じゃあユニクロみたいな会社やろうかなとかね、ユニクロみたいなところに勤め出そうかなと思ったら、またこれゼロからスタートになってきて、とっても難しいんですよ。でこの業界に転職したら、この業界にはですね、若いベテランが山ほどいますから、もう参入がものすごく難しいと、転職がものすごく難しい、これがボーダーのある状態です。じゃあこういう仕事を皆さんされてませんかっていう時に、ボーダレス、今日の主題です。ボーダレスっていうのはどういうことかっていうと、いいよと、今回は和食を提案してたけども、ちょっとやめてメーカー行こうかなと、メーカーにやめて住宅販売行こうかなと、建材屋さん行こうかなと、あーちょっと待って、情報発信しようかなとかね、情報転売しようかな、情報商材しようかな、電子書籍しようかなとか、通販しようかな、はいサービス行こうかな、それでもいいわけですよ。もう明日どこやってもいいし、両方同時にやってもいいし、複数持ってもいいと。しかもコストがかからないというところがミソです。コストもかからない、ボーダレスでどの業界に行ってもいいし、複数やってもいいし、やりたい日はやって、やらない、やりたくない日は全くやめても固定費がかかりませんよっていうのがもう見えてきましたね。口コミのビジネスでしかありえないんですよ、これは。あとはネットのビジネスですよね。この2つを選択することによって完全にボーダレスが獲得できるわけなんですよ。では自由になろうと思ったり、自分の目標を達成しようと思ったら、金銭的な自由ですとかね、時間的な自由、これを得ようと思ったら、もう完全にですね、店舗を持ってちゃダメと、会社を作っちゃダメと、会社に入ってもダメ、店舗に勤めてもダメと、これをやらないといけないんですよ。口コミビジネスかネットですよね。で私はまあインターネットを主に得意としてますんで、インターネットでこのボーダレスという仕組みをどのように乗りこなしていくかってことを、まあこの次の動画とかね、これからの動画でお伝えしていきますけども、まあその前にですね、一回だけ口コミのビジネスについて、次の動画で、
お伝えしていこうかと思いますので、一旦口コミのビジネスっていうものはどういうふうにすれば成功するのか、どのように参入するのかということをね、お伝えしていきたいと思います。じゃあ本日もですね、動画をご覧いただきましてありがとうございます。よろしかったらね、コメントやシェアなどしていただければ多くの方がいろんなことに気づいていただけるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。では本日もご覧いただきましてありがとうございました。